ビットコインのロングがめっちゃ増えてます。よいしょ。アンゴロです。まずはチャートを見てみましょう。ドーン。なんだこれは。これはビットフィネックスのビットコインのロングポジション数の冷やしチャートです。2019年11月23日は2万4000だったのが、わずか1ヶ月で4万7000まで増えました。約2倍。陽線の連続っぷりが半端ない。ズームアウトします。ドーン。記録開始は2017年8月。最小は1万。2018年3月に4万をつけました。2019年の最小は4月につけた1万7000。そして11月末から急激に伸び始め、12月12日に観測史上最多の4万を超えて、現在は4万7000。うなぎ登り。では、ロングポジションの増加がビットコインの価格に与える影響を説明します。まずは、ポジションとは何かをおさらいします。ビットコインの証拠金取引には、ロングポジションとショートポジションがあります。ロングは買い、ショートは売りのことです。英単語のロングは強気という意味もあるので、そのイメージからロングは買いです。買いポジション、売りポジションとも言います。証拠金取引は取引所からお金を借りて指定した倍率で利益と損失を大きくする取引のことです。例えば、100万円を預けてレバレッジ5倍に設定したら500万円分の取引ができます。ただし、借りたお金は返さないといけないので、買った後にいずれ売って手締まいする必要があります。この買った後にまだ手締まいしていない状態を買いポジションと言います。現物取引は買いからしか入れませんが、証拠金取引は売りからも入れます。取引所からコインを借りて売るイメージです。ただし、借りたコインは返さないといけないので、コインを売った後にいずれ買い戻して手締まいする必要があります。この、売った後にまだ手締まいしていない状態を売りポジションと言います。以上がポジションとは何かです。ロングとショートの比率が市場心理に影響を及ぼします。例えば、比率が5対5だったら、買い安と売り安が拮抗しているので、買いでも売りでもチャート分析をもとに自由に攻めるとか、ロングが3で、ショートが7になったら、売り優勢と考えて売り中心に攻めるとか、このように、ロングとショートのバランスはトレードの作戦を立てるときの参考になります。先ほどのチャートをもう一度見ると、ドーン。ロングがめっちゃ増えた。ロングとショートの比率を見てみましょう。ドーン。ロング 91.3%、 ショート 8.7%。 めっちゃ買いポジション多い。買いポジションが多いということは、ビットコインの価格が上がると予想して買った人が多いから、今が買いだと判断できそうですが、そう単純にはいきません。なぜならポジションはいずれ必ず手締まいをするので、今ある買いポジションは未来の売りになるからです。例えば、価格が順調に上がって手締まいする人が少ないと、買いポジションはどんどん増えていき、いずれ膨れ上がった買いポジションの手締まい売りで暴落します。また、買いポジションが積み上がっている状況で大口が大量売りを仕掛けて、買いポジションのロスカットの連鎖で暴落させるパターンもあります。一方、売りポジションも同様に、今ある売りポジションは未来の買いになります。売りポジションが積み上がると、どこかで大量の手締まい買いで爆上げする可能性が出てきます。ということは、買いポジションが増えたら下落を警戒し、売りポジションが増えたら上昇を期待すればいいのかというと、そう単純にはいきません。例、ドン。白い線がビットコインの価格、黄緑色がロングの数、赤がショートの数です。黄色で囲んだ箇所は仮想通貨バブルで価格を大きく上げた時期です。ビットコインの価格が頂点をつけて下がった後も、しばらく売りより買いポジションの方が多い状況が続いています。ズームイン、ドーン。2018年8月から11月までは売りポジションが多い状況が続きましたが、結局大きな上げはなく、逆に11月末から暴落し始めました。このように、ロングとショートの数に大きな差が生じても、価格がどちらに動くかはその時によって違います。そうなると、今回の買いポジションの急激な増加は何の参考にもならないのかというと、作戦があります。それは、動き出した方向に乗る。
2019年中旬から下降トレンドが続き、11月から12月も価格を下げている中、ロングポジションがここまで急激に増えたとなると、どちらかの方向に価格が大きく動いてもおかしくありません。何かが起きるね。そこで動き出した方向に速攻で乗る。ただし、初動で暴落したと思ったら速攻で全戻しして爆上げもあり得るので注意してください。投資は自己責任で、利確と損切れは忘れずに。以上、ビットコインのロングがめっちゃ増えてるでした。クジラアドレス当て大会が始まりました。クジラアドレス当て大会は、ビットコインを大量送金したアドレスの下2桁を的中した人に1万円分のビットコインをプレゼントする大会です。1匹目のクジラはこれです。ドーン！ 7J。的中者は、マサクンマン。イッタースカイ！優勝のコメントをいただきました。優勝できてとても嬉しいです。良い年の瀬を迎えられそうです。当たったらいいな程度で応募していたので、まさか一発で当たるとは思ってもいませんでした。次回も楽しい企画を期待しております。アドレスの下2桁の組み合わせパターンは2900くらいある中、まさか一発で当てるとは。クジラッキーおめでとうございます。参加してくれた皆さんありがとう。次のイベントも楽しんでね。また次回お会いしましょう。